来ました、持ってきました、インポスター、よろしくお願いします。アーカイブと、なんか停電してみるか。はい、怪しい。はい、怪しい。はい、怪しい。僕、大輝さん、大輝さんじゃない、文福さんと白取れます。どういう？あ、貨物でずっと停電直しててで、鳴った瞬間からだったんで、で、貨物分けも見てないので、拓也さん。はいはいはい。他に貨物の人っています？文部課も最終脇に。あ、いないですか、貨物行った人。すいません、あのアドミン見てました。はい、展望に金庫に貨物さんです、最後。おーい、なので、はい、展望に金庫に、展望に金庫に、金庫に、最後の最後に、一僕なんですけど、もう一個だけですか。もう一個最後入った人いない、最後の最後に。え、ん、どこですか。金庫室。あ、金庫南です。ああ、で、貨物さん、この複数のとこだけ覚えてました。はい、展望2は伊豆3点ゴッドです。勝ち合ってました。間違いないです。そう、僕も勝ち合ってたって言える。僕勝ち合ってみてやめました。貨物はもうキナの子か文福しかいないと思います。え、他浮いてるのが誰だ。僕、エンジン脇ボタンなんで無理です。我はアーカイブじゃね。え私は、文木名人は最終脇にしたんで、今回。なんで、全然見えてなくて、電気がちょうど消えた時に、スポーンして、あ、じゃあ直しに行こうと思って、貨物で湧いたんで、直しに行こうって直しに行ったら、のこさんが来たっていう感じなんで。僕の方が多分先いたぐらいっすよね。じゃあ若干一歩ぐらい。まあまあ、でもそれはあれか。貨物3っすよね、最後。最後3。で、貨物2は出てるんですよね。結構ずっと3。結構ずっと。結構ずっと 3？4にはなってないですか。4はなってないです。他の1はこの場所は全然覚えてないです。ごめんなさい。じゃあノコさんとローラでいいっすよ。え、リンネさんが4になってないんだ。アーカイブなんだ。確かに4になってないならリンネさんまでっていう感じがそうですけど、いや、4になってたらリンネさんかなって思った。4になってないです。なってないの。あ、もう好きな方で。はい、はい。俺、いつも文福さんの方が入るの。人気だなおかしいでしょ、いつもの揺り戻し。すいません、ローラーマジでお願いします。嘘つきめ嘘つき、文福さんだ。行けましたの。とりあえず停電しときますか。いや、ちょっといいな。あ、せ、キッチンしかなくて、キッチンしかなくて。いやー、文福さんボタンに来てないっす。文福の方か。で、キッチンしかないからさ。左の下で、ごめん、キッチンは来たの。ごめんなさい。平野子、ごめん。みなさい。ごめん。いや、でも、申し訳ない。いや、でも、これ、ボンジュールさんが有能すぎる、これに関しては。ボンさんに聞きたいんですけど、ボンさんが見始めたのってどんぐらい前ですか？どんぐらい前？俺、途中で実は、ちょい、リングヒットやってるんで、エンジンから、はい、コックピット直行ってリングフィットやってみたぐらいだから、昼くらけて3秒とかそんぐらい。もうちょっとずっと見てたのでなければ、アーカイブ主体のリンネさんが貨物も一応可能性としてあるかなと思いました。なるほど。だからそもそもリンネさんがなんか貨物で言わない理由がない。確かに。いや、そしたら普通にリンネさんが最高になるかじゃないですか。貨物さんだったらそれで。いや、貨物さんでボタン来てないのはちょっと論点に入れてほしくなくて、あのキッチンに湧いちゃう。キッチンしかないことだぜ。あ、村目線なんか我々まであるんじゃったらロラでもいいけれども、なんか僕はリンネさんまで落としたい派です。村目線行かなくていい。いやー、いいんじゃないですか。木田の子さん嘘つきだもん。嘘つき終わると思うんですけどね、俺このローラーで。これなんなら、終わらないです。いや、終わらないし、終わるわけないですよ。そうなんですよ、タイトさんのこともすごい分かるんですよね。これでもしリンネさんが1ローやとしたら、2ローが残ってしまう状態の2-5の番目になると、結構エアシップバシバシいかれそうな気がするんで、リンネさんまで落としたいです。まあそれならば、じゃあ次は分かりました。じゃあリンネさんからいきましょう。
え、それは、それはちょっと無理じゃわ。それは飲めんわ。きなのこさんと文福さんってどうやって貨物に行ったんですか？どうしよう。貨物だけそのまんまじゃないですか。そのまま、私のままっすよね。最終脇だね。最終脇でした。出したい人だけ押す。のこさんの嘘つけー！ワンチャン、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。はいはいはい、ワンチャン、ワンチャン押しても、ワンチャン押しても、あれなんじゃないの？これ。あ、申し訳ない、ちょっとメインしか近くないがなくて押すタイミングがなかった、申し訳ない。あ、大丈夫ですよ、はい、うん、まあボンジュールさんの話と合わせてリネさんするかどうかもこのターンで決めきりたいですよね、うん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 、個人的にはこれ以上ボタン消費も、はい、これで2号残ってる可能性を置いたくないのでリネさんまで落としたいです。ボンジュールさんのシールは確実に出せますか？ 100% 金庫に展望に当ててるので、まあ確かに確かに足元で切ってアドミン見てっていう、ね、ああなるほどね、これは黒の一人は思うんですけど、例えばアドミン偽装全部なくても多少の一部分偽装っていうならば、ね、それで貨物に塗ってるっていうのもワンチャンあるよな。あるね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 。でそうするとちょっと困るから、ちょっと自分は村は分かってるので、いや、それもあるんじゃったらちょっとやめてほしいなっていうのはある。それはあるね、確かに。いや、ただ2号残ってる可能性よりは、うん、落とすべきだと僕は思いますよ。あ、ボンジュール殿の情報を生徒するというふうなことで進めるということですか？いや、もう始めちゃった以上もう、もしリンネさんじゃなかった時のボンジュールさんともう一郎がどっかに残ってるって可能性は一番罪の状況になってしまうので、はいはいはい、リンネさんとも多分リンネさんとボンジュールさんのどっちかに一郎その連れてなかった場合、文福さんとキナノさんに連れてなかった場合はいると思うので、そこを警戒しながら動くっていうのが一番丸いんかなとは、次のキルの要素に入れていったらいいのかなと。その時金庫2が南マンとタイトボヤで、展望が誰でしたっけ？展望僕と、天元さん、伊豆さんと天元さんと、ね、僕とボンジュール来期の二郎があるってことですよね。てかボンジュールリンネさんも普通にあると思う。ああ、なるほどなるほど、そうですね。どちらを考えても僕はリンネさん落としておくのが一番安全策だと思うんですけど、ここでリンネさんがボンさんに黒出しするのがミロっぽくないなっていう感じがするんですけど、まあ村の意思にまあ任せるわ。僕は金庫で、はい、解けてます。僕はリンネさんを切りたいです。つかなきゃまずいと思います。つきてました。これはもう隠し部で申し訳ない。そうですね、つかなかったってことは、うん、はい、村目線そうなんで残していい。ラッキー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 ですなぁ。ロッキーですなぁ。72番目か。なるほど、うん、大胆キルしていってもいいかもね。大胆キルしていきましょうかね。キルすればよかったな、今。キルしに行こうかな。キルしに行こう。はい。はい、ナイスボタン。ボタン。これ一つ聞きたいんですけど。うんうん。リンネさんにこっそり三票目入れた人誰なんですか。三票目。タイトさんと俺は多分入れるって入れたんですけど。うん、僕来期来期来期なんか、うん、それ以外がスキップですね。うんうん、なるほど。はい、なんか南さんがすごい変な動きしてましたけど、いや僕もね、僕もちょっと怖かったんですよ、アドミン見ながら。南さんがなんか往復してくるからはい、タイトさんがすごい怖くて、あれキルされて、うん、されるんじゃないかみたいな感じでずっと3人いた方がいいのかなと思ってずっといましたなんか謎な動きをリンネさんのローラー止めようとしてたらしいねとは思いますね。
まあそうですね、ここであの3人白が落ちたらやべえ、嫌だなと思って。白落ちることはないんじゃないですか、うん、あるんかな。もうボーンさんとか僕結構もう太鼓さんの話信じてて、そのまあ輪廻さん落としてしまって2浪残ったら怖いんで釣らないっていうだけの理由で、結構太鼓さんも白置きで動いていいかなって個人的には。そのあボンジュルさんのアドミン情報が合ってたらもう金庫にもいるって情報合ってますし、あの状況であの話を出すのって結構自分も狼一その二郎一に疑われる可能性があるので、そのタイトさんとボンジュルさんの二郎とかも追われる可能性がある中であの発言できるのはなかなか難しいと思うんで、結構タイトさんは僕白っぽく見てますね。そうなのかな。わらを落として2人でダブルキルしたらその時点で勝ちではないか。なぜその説もあるんですけど、どっちかっていうとそっちのリンネさんが言った説の方が濃いかなと思ってます。僕はちょっと正直どっちも自分が言ってな、あ、なんですけどどっちもあるので誰がそうですね、インポスター別に僕は仕事も苦労とも取れないですよ。まあ、一番怖いのはタイトさんとボンジュールさんの二郎が一番怖いっていうのは多分村的にあると思うんですよ。可能性ははいはいあるのか。あだとしたらじゃあ、リンネさん持ってなるかな。そのローラーで落としましょう。ちょっと3級された終わりなんで、しっかりボタン意識持っていきましょう。はい、OK です。今残ってる可能性もあると思うので。はい。はい。さーて、殺しましょうね。殺しましょうね。ボンジュール殿か。ボンジュール殿は残さなくてはならない位置だね。ボンジュール殿は残してやろう。残せねばならん位置。そうね。うん。テンゴット殿はボタン消費しとるね。こちら側いなさそうじゃね。エレクトリカ行くか。あれ伊豆さん、多分こういう時セキュリティに張り付いたんじゃろうきっとな。こういう時なあ天国そうじゃろ。まあいいや、殺してしまう。タイト殿はい、うわマジか、見つけました。しかもこれ見つけました。ライキさんが死にました。ちょっと言わせてください、言わせてください。今シャワールームでライキさんが、そばの奥の方じゃね、でお亡くなりになってるのを発見して、そのシャワールームからちょうど扉開けた時にタイト坊や殿が出てきたので、これタイト坊や殿やったんではないか。多分雷気の器具は違う人だと思っていて、僕最後テンゴットの死体見えたんですけど、セキュリティに死体がありました。多分南さんどっちから来ました。あ、南セキュリティバイタルから来て、バイタルで死んでるってなって、セキュリティにはテンゴットさんまだその時生きてました。なのでめちゃめちゃ直近だと思います。一応確かにシャワーあたりで僕タイトさんとすれ違いましたよね。確か最初の方すれ違いました、ね、その後まだずっとシャワーにいたってことですか。リンネさんの僕は停電を昇降機で直して、でその時ボンさんがいました。いた。ってなったらセキュリティのキルって誰が関われるってなったら、いや僕リンネさんが切って普通に上がってきたですね。で別の人がライキさんを殺してて、はい、でもこれはバイタル情報的に直近切るって話しちゃったから、逆にわらは外れるんではないのか。いや直近っていうのはそんな直近なんですか。直近ってテンゴットの方でしょ。テンゴットの方が直近なのか。はい、直近で、ライキさんが30秒以上経ってますので、直近っていうのは本当に5秒前とかですか。もうその通った後にアドミンまで来てるんで、うんうんうん、10秒ぐらいは、はい、
ごめんなさい、タイトカラーが。ってなったら、すいません、僕、タイトさんとボンジュースさんの色を入れ替えます。僕、リンネさんが知りたいです。僕、リンネさんが知りたいです。はい、僕、ショート機でタイトボヤ立ってて、そのルートで、シャワーから僕、超高機で立ってて、シャワー行ってセキュリティやってて、2キルが、キルクル的に無理なんですよ。はい。なので僕、リンネさんが。そこのラインだと思う。さんが一緒にいた状を出すのを遅かったんで。相方位置、リンネさんの相方位置は、伊豆さんになると思うんで、いやー、負けた。いやー、サムがしなかったのがあれですね。ごめんなぁ。はい、これはね、この負けー、タイトいやー、この負けー、リンネさんの1キルがすごいことになった。いやー、持っとったわ。運です、運です。フーさんじゃねえんだ、フーさんだと思ってた、相方。ごめん、いやごめんなさい、止まれなかった。ちょっとわざとフィットしなきゃよかった。リンネさん、リンネさん申し訳ない。ちょっとわざとタイトさんのあの話拾って、ちょっと僕も白っぽく見てもらおうかなと。あ、全然全然いいんです、いいんです。逆に見づらいと思うので。リンネさんのぶん殴り方面白かった。めっちゃ。フーさん、フーさんって最初あれ、フーさんじゃない。ちょっとキルはリンネさんちなみに。あ、ちょっとキルマラバです。リンネさんでしょ。あのリンネさん。いや、そう、リンネさんちょっと。いや、相方位置ってフーさんだと思ってた、ずっと。僕もそう思ってた。そう、確かに。そう思ってた。僕でーす。まあでも、村目線も同感、うん、ですね。伊豆さんか。え、タイトさん目線もそう見えなかったですか？見えないです、全然。リンネさんに見えてない。見えてないです。あー。一回そう思ってたなぁ。伊豆さんか。へぇー。うまいな。なそう、うまかったですね。騙されたの、完全にこの白鳥にいたタイトさん推しに。みなみさんが結構リンネさん寄りだなと思ったんですけど、なんか黒な感じはないなと思いました。おお、なるほど。あれ、貨物で切って申し訳ないな飛んでったんですか、リンネさん。あれ、いや、違います。アーカイブで切って、アーカイブで切るして、ね、下位置を自分の位置にして貨物に3、3、そう、3、いたとしたらドラ持って切るかなと思って。そういうことか。水に入れたら、激輪に触れてしまいましたね。二人とも死んだ。入れるでない。入れるでない。入れるでない。最後連